どうも皆さんこんばんは、よしもねーす。さあ、もうね、風が悪化に悪化してね、もう多分超鼻声だと思うんだけど、これ、これが多分クルルエックなんだよね。でもやばくない鼻声。俺、なんでベギーモス実装当日でこんななんなきゃいけねえんだよ、お前。ね、あの、クルルエックさ、イベクエだけかと思ったらこれ特別任務なんだね。まあ、まずクルルエックでしょ、星6らしい。で、これがね、強えらしいんだよ、ツイッター見てたら。取る気全くなかったんだよ。イベントクエストかなんかかなと思って。行こう。あら。ん？お、サボテンダーだ。あれ？あ、サボテンダーのこと？クルリャックじゃねえんか。お、サボテンダーはめっちゃいるやん。あー、これ追いかけてってクリスタル持ったクルリャック、うん、出てくる的なあれか。お、お、一匹穴開いてるね。やば、鼻水止まんないんだけど。俺、思ったより夏風邪重症なんだけど、マジ、うん、群生地に向かってる。あ、クリスタルある。え、パオーク、てかクリスタルさ、一つだけじゃなくね？なんか奥にもう一個なんか、あ、違う、周りに浮いてんだ。これ戦えないの？これあ、モーグルもいいんじゃん。あー、来た。え、ガチファンタジーなんだけど。でっかくなった。これあれじゃん、イベクエであったよね、クリラックがなんかでけえイベントクエスト動画にしたっけ、した気がする。え、これ本当に強いの？あれ、 BGM チョコボになった。チョコボになったぞ。モーグリ見えないやつもいるんだ。だから純粋じゃないと多分見えない。え、そんな大きいかな、これ。大きいか。こんにちは。これ落とすんかな。か、勝て、今と同じ効果や。はい、おら、状態異常攻撃が効かない。あ、そっか、俺爆破か、効かないんだ。でも肉質柔らかいし、これ本当に強いのか。弱そう。当たれよ。オッケー。え、爆破効くじゃん。状態異常って言っても毒と麻痺と睡眠ぐらいってことか。ああ、うちの猫は睡眠属性だからあいつが言い始めたんか、急に。わかんない。イベントで結構チョコマが動くね。当てにくいな。ケツ狙っていかないとダメだ。お、生泥ぶんどったじゃん。こいつちょっと違うんか。余裕だな。ちなみに昨日はバーカなまってやられちまったけど、あれからね、かなり調整入れたから、ベヒーもそのために。これ強えんか、威力弱くね。なんかまだギミックあんのか。強いと言われゆえんがあるはずだからな。何、なんか、え、でかくなった。嘘、全然わからん。これ壁通り当たんないよね。当たれ！
おれ、これクリスタル落とさねえわ。こんだけ殴って落とさねえもん。お、逃げる。大したことねえぞ。あれ、送電弾逃げない。おう、おう、ハリセンボンだ。え、あ、待って、これダメージエグい。あっぶね、逃げた。なんやこれ。ボルボッちゃんもいるじゃん。だるくね。あれ、戦ってる。え、このクルレーク強い的なあれじゃね、普通の個体より。どう考え、ああ、あんな技あったっけ。いい技持ってんなそれ。うわ、マジかよ。ちょっとぐらい頭当たってたろ今。ボルボッちゃんいなくなった。まだあと3段階ぐらい大きくなるのかな。まあ、強いと言われてるゆえんがやっぱ絶対あるから、ね、OK。 でそれさ、いや絶対クリスタルに当たってない、俺は認めねえ。もっとでかくなった。あ、ほんとだ。光軍とは目に見えて分かるぐらいでかくなったな。何、方向してる一丁前に。ここだ、当たれよ。ジャストじゃ。しっかりといなす。あ、いなすじゃねえわ。いや、いなすはモンハンフロンティア。あー、でも HP はバカ高えな。でも今3段階でかくなった。あ、弱った弱った弱った。あれ、寝ないの。寝ない。え、てか回復してね。なんか今回復してなかった。してたよね絶対。なんか緑のあれ出てたもん。クリアラックにそんなあれないし、多分クリスタルの力でケアル使った時のあれじゃないの。はい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 、もう対象でいいで。第2形態あるかな、 FF っぽくさ。いや、もうモンハンで第2形態さすがにファンタジーすぎるか。もうまあもう、もうここまで来たらもうファンタジーすぎてもいいと思うけどね。とことんやってほしいわ。弱くね、こういうのも強くねえしな。強いみたいなの書いてあったんだけどな。さようなら。まだか。結局クリスタルも一回持ってなかったね。クリスタル殴んねえと落ちたねんか。はい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 、終わんねえんだけどマジ。さっきの回復でだいぶ回復した説あるなこれ。おれ、ここだ。あー、もうカブトアリが外れた時ほど不愉快なものはない。やべやべ、確かに確かに強いかもしれん。変な風にはめられると死ぬかもね。あー、終わった。おお、 BGM が、 BGM じゃねえ、効果音か。これあ、何もできないわ。これモーグリを戻すまでがストーリーなのか。白い獣人族。え、竜人族のハンターにしか見えない。へえ。お供に通訳してもらった。マジで獣人族じゃん。じゃあ、あー、これ FF14 の拠点だね。拠点というか FF14 の世界の名前かな。エオルゼアは俺もやってたんだよ昔。これがベヒーモスか。それ。ふむ。
ええねん。ああ。そら。あ、もういけんだ。